北町地域おこし協力隊の前川茜です。紀北で過ごすお休みの日でお伺いした宮間屋ベースさんのところでちょうどアオサの収穫をやってるのを見たので今日はアオサの収穫に密着してみようってことで矢口浦にやってきました。宮間屋ベースを経営してたアオサ養殖もやってる西村さんのところにお伺いしてアオサの収穫に密着していきたいと思います。アオサなんですけどこの矢口浦では結構有名なの、海産物で今がもう今3月中旬になるんですけど今がもう収穫のピークです。でこのアオサっていうのはこの矢口に住んでる人しかできないお仕事らしいのでもうまさにレアです。レアなお仕事に密着ということで行ってみよう。おはようございます。やみましたね。うん、あれでしたっけ、そもそも一番最初の準備するのがその秋ぐらいってことでした。9月からね、種付けから半年か。勝負は早いよね。貝、とかでも2年とか、柿、でも最低1年半やね。どちら農業みたいなのに近いから、毎年毎年勝負って、あれ今 何件いるんでしたっけ、これなおさやってんの。7か、7しかいないのね。ね、三重県で300。三重で300？三重県全体でね。へえ。あんなめっちゃうつ伏せになってやるの大変じゃないですか、ね、めっちゃ腰大変。でもなんかこう撫でてますね。収穫の準備。あ、なんかゴミを取ってるのかな。すごいなんか糸見えないからさ、なんか手で風を切ってるみたいな、なんか手で漕いでるみたいに見える。何をしてるんですか、その上を張って。え、何してるんやろね。グリセン言うて網の下入らなかったもんね。あ、これ下に潜らすんですか。ゴミを取りながら、で下に潜らす準備ってこと。これでもこの箱手作りみたいじゃない。この箱手作りだよ。手作りですよね。エンジン乗せてあるで。そうやって売ってる船じゃないんだ。自分でカスタマイズしたんです。ラン作ってもらって、これ中華やでね。青さのやつをもともと使ってた船。青さか黒のりかってとこやね。あ、のりか。基本的にみんな一人でやってるんですか。一人か二人。いや、収穫は二人だよ。あ、絶対2人。2人の方がええね。網両サイド引っ張らなかんで。うん。ボディで。ボディで。なんかサーフボードみたいな。一番使い道のわからない道具。これが一番大事。一番大事。そうなんだ。いや、私は人が乗っかると思う。そうそう、僕も。サイズ的にそうです。乗っかって果たしてどうするか。そうそうそう。行ってらっしゃい。え、どういうこと、どういうこと。あ、だから引っ張って。だからさ、巻き込んでいって。で、あれを通っていかんとあかんわけでしょ。あ、こうやって下をさ引っかかないように。あの板の上を滑らせてるってことか。あれ取れてんのかな。なんか取れてないように見えるけど。なんかあ、すごいすごい。でもなんかモコモコしてるのからちゃんと綺麗に取れてる。なんかふわ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 の青さがこの機械を通って刈り取られてます。終了終了終了。そういう使い方だったのか。引っかかない。
うーすっげー量すっごい量これぐらいはね、何キロぐらい乾燥ベースで今35キロぐらい35キロぐらい気持ちよさそう寝転がりたい青さんのベッドで寝ると気持ちいい、ね、今年はまあそこそこになってきたなってきた、うん、そこそこ、うん、え、あの今取った網はもうこれで終わり、また、また張ってもう一回、あ、もう一回取るんだ、もう一回収穫、どんぐらいかけるんですか日数で言ったら30日から40日で、ね、1ヶ月ぐらいしたらまた取れるんだ、うん、そうそうそう、ね、4月いっぱいやでギリギリや、うん、ああ。これが取れたてのほうれん草です、すごいな、あ、そうです、ありがとうございます、ご情報、重そう、重いよ、重そう、80% 水やでな、なんだこれは、え、これで洗うんですか、そう、もうこれ塩水を入れて、入れてここでゴミと、あ、これ塩水で洗うってこと、そう、あ、オレンジのやつね、あれから組み上げて、ああ、組み上げて、どうなってんの、なんか、おー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 、樽、うん、こっちは、あ、ここから流れるようになってんだ、そう、え、すごい、え、これはもともとこういう装備なの作ったんですか、そう、彼が作った、作ったの、そう、手作り、そうだよね、なんか手作り感すごい、なんかどこもこうじゃないんや、ね、でもみんなこういうことですよね、流れは大体同じような、大体は一緒、作ったピタゴラ、ピタゴラスイッチだテレ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 、不思議です、なんかここで干されて流れて洗って洗ってで、どん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 このホースを伝ってこっちの最後、もう流れてきたの、あっちから、そう、え、早い、あれ、ここで細かいゴミを取るの、そう、もう少しできるゴミを、手作業なんだ、そう、まだ向こうでも最後はゴミ取るんだけどね、乾かしながら、ああ、この隣も海水なんです、全部海水、全部海水なんです、脱水、あ、これ、おいや、脱水中です、あそこに溜まったやつを洗濯機のごとく脱水中です、結構変わるんですか、全然違う、全然違う、この固まってる、パサパサ、あ、ほんとだ、ふわふわになる、へぇ、あ、すごい、まっすぐなる、行くんだ。
わっとさせるってこと。そう、遠くより出てあげる感じ。ここにどのぐらい置くんですか。これあとどのぐらい置くの、ここに入れて。大体20万ぐらい入れたら閉めて、閉めてガスつけて、ついて乾かす。あ、ガスで。そう、あ、ガスで乾かしてんだ。へえ。何日ぐらい。いや、今日だったら5時間ぐらいはかかるね、入れてから。あ、5時間で乾くんだ。あおさの乾燥はこのガスでやってるらしいですよ。なんかめっちゃ時間かかるのかなと思ったけど、5時間ぐらいで乾燥する。ここが乾燥のお部屋です。乾燥、おやすみなさい。キホク町で行ってみてほしいところありますか。昔行ったことのある場所、ゆかりのある場所、お気に入りスポット、気になるお店や人、イベントなどなど、皆様のおすすめからピックアップして突撃していきます。ぜひコメント欄に書き込みお願いします。